新千歳空港、新千歳空港、新千歳空港とは、北海道千歳市と苫小牧市にまたがって所在している空港。国土交通大臣が空港法に基づき設置し管理している国管理空港。旅客数、航空機発着回数は日本有数であり、北海道における空の玄関口となっている。東空港の通称としては、新千歳、または単に、 である。北海道の経済、文化の中心地、札幌市の南東約 40km に位置する国内線の基幹空港。空港法に基づいて国土交通大臣が設置、管理する国管理空港で国際線や国内線の拠点空港に区分される。道内で最大の規模を誇り、空港整備特別会計の空港別の 財務状況で数少ない黒字の空港である。また、24時間離着陸可能な空港として整備され、日本で初めて24時間運用が行われた。西側には航空自衛隊地と基地が隣接し、誘導路で接続している。地と基地は空港法上の共用空港、地と飛行場に位置付けられており、両空港の航空管制は、 航空自衛隊が一体的に運用している。前身の千歳空港は航空自衛隊千歳基地、千歳飛行場で1951年の民海航空再開後自衛隊機と民間機が共用で使用してきた。しかし1978年に千歳空港と東京国際空港、羽田空港間の旅客が世界サイトとなるなど旅客数、貨物量が増加。 大阪や名古屋、福岡など、全国の大都市や、道内各地を結ぶ路線が就航するなど、北海道のハブ空港として機能するようになった。一方で、ソ連機の領空侵犯に対する自衛待機のスクランブル出動は、年間200回にも及び、その間、民間機は、地上や周辺空域で待機を余儀なくされ、長い場合は30分にもわたることがあった。そのため、 航空機の安全確保と航空需要の拡大に対応するため、新たに新千歳空港が建設されることとなり、1975年昭和50年11月20日に着工。1988年昭和63年7月20日に千歳空港に代わる民間航空用の空港として開港した。滑走路は2本あり、いずれも長さは3000メートルで、 南北方向にクロースパラレルに配置されている。滑走路西側には国内線の旅客ターミナルビルがあり、JR 千歳線が地下に乗り入れている。その西側に千歳基地に面して国際線の旅客ターミナルビルがあり、二つのターミナルビルは商業施設などが入る連絡施設で結ばれている。滑走路北側には国内貨物ターミナルが その西側には国際貨物ターミナルが位置する。旅客ターミナルビルと連絡施設、国内貨物ターミナルは、道などが出資する第3セクターの北海道空港株式社が所有、運営していたが、2017年7月1日に100%子会社の新千歳空港ターミナルビルディング株式会社に承継された。オープンスポットが国内線、ターミナルビルの南側、 国際線、ターミナルビル北側と国内貨物ターミナルに設けられており、特に冬季は夜間中期にも使用されている。2008年7月の北海道東屋湖サミットの開催に伴い、先進各国の用人用の機品室や専用中機場を新設するなどの工事が行われた。各国の VIP 専用の乗降スポット、寄品室が新設され、中期場、6期分や、 校内駐車場500台分が増設されたほか、各国代表団が校内から直接車で移動できるよう校内道路の補修などを行った。一部施設はサミット終了後に撤去されたが、駐機場などは2012年現在も夜間駐機などに使用されている。1988年、道は国際航空貨物の拠点を目指して国際やカーゴ基地構想を掲げ、 1991年から24時間運用体制の実現に向けて地元と協議を開始した。その結果、1994年4月に深夜時間帯22時翌朝7時を1日につき貨物便6便を限度に運用することで合意。 日本の空港で初となる24時間運用は同年6月24日から始まり30日早朝に一番機が到着した。1998年7月には深夜発着枠6便の中に旅客便を含める弾力的な運用に変更された。2010年12月時点では深夜発着枠は国内旅客便4便、国内貨物便2便、 運休日ありによってほぼすべて使用された。2013年12月には、道が地元に深夜発着枠の30便拡大を提案。協議の結果、30便のうち24便は22時から0時と6時から7時の発着、6便は従来通り0時から6時の発着とすること、住宅の防音対策を行うことなどの内容で、2015年2月に、 同年8月には、千歳市側の住民と合意。同年10月から運用が開始された。2016年度は、下記の通りで、着陸回数は、日本の空港で、第6位、旅客数は、第5位で、北海道の空の玄関口となっている。千歳飛行場、旧千歳空港と新千歳空港は、隣接はしているものの、法的には別の飛行場である。しかし、 航空自衛隊地歳基地でもある地歳飛行場は、現在も共用飛行場となっており、新地歳空港とは誘導路でつながっていて航空機の行き来が可能であり、完成も一括して航空自衛隊が行っている。日本国政府専用機2機の格納庫、及び運用を行う、航空自衛隊航空、支援集団特別公輸送隊が置かれている。政府専用機が、 訓練等で新千歳空港の滑走路を使用することや、冬季の除雪作業などで新千歳空港の滑走路運用が難しいとき、アクシデント発生時などには、千歳飛行場で民間航空機の離着陸が行われることもある。千歳飛行場側には、滑走路は平行に2700メートルと3000メートルの2本がある。後者は900メートルの仮想帯があり、 実質4000メートル級である。新千歳と合わせて4本の滑走路があり、これらはほぼ並行している。2本ずつ同じ方向に隣接した滑走路はパイロットからも混同される場合がある。大事には至っていないものの、空港北側からアプローチする場合を中心に、千歳飛行場との滑走路の5人が2006年までの3年間に11件発生しており、その対策が課題となっている。 旧千歳空港ターミナルビル建物は商業施設、ニュースとして再利用され、閉鎖の後、立地していた場所は空き地となったが、海上保安庁庁舎の隣に日本航空ハンガー、政府専用機のエプロンより南側に、千歳飛行場時代からあるスポットが国土交通省管理のまま残されており、現在も民間機の中期、通常は夜間中期用が主体に使用されている。 これらにより、北方圏、アジア、太平洋地域とより、利便性の高い輸送体制を確立した。管制業務は、千歳飛行場と新千歳空港の両空港で一体、運用され、航空自衛隊千歳管制隊が、両飛行場の間にある、管制塔及びレーダールームで、航空管制業務を行っている。1990年代、 当期に新千歳空港で凍結があった際、千歳飛行場の滑走路を使用して離陸したこともある。2017年8月、法日外国人増加に対応するため、千歳基地の東側滑走路の民間利用について、検討が行われることとなった。特に、中国や韓国など、アジア圏の観光客が増加しており、アジア圏の格安航空会社、 LCC の新千歳空港発着便の増便に備えるため2018年度以降に千歳基地の民間利用が可能かどうか調査する。千歳基地の民間利用が実現した場合、新千歳空港は千歳基地の滑走路1本を含めた滑走路3本を実質的に使用することとなる。ほとんどの内外航空会社のシステムでは空港コードに CTS を使用しているが、 唯一日本航空のみ札幌の都市高度である SPK を航空航用に使用している。開港時は長さ3000メートルの A 滑走路のみだったが、1996年に長さ3000メートルの B 滑走路が新たに整備された。日本の滑走路はほぼ南北方向にクロースパラレルに配置されている。原則としてターミナルビルに近い A 滑走路、0GL。 19R を離陸用、遠い B 滑走路 01R19L を着陸用に使用している。ILS はカテゴリー5が 19R に、カテゴリー I が 01L、01R19L に設置されている。滑走路のターミナル側に1本の平行誘導路を有し、滑走路とは高速な出油道路で結ばれている。気圧配置や風向きによって、 大雪となることもあるが、空港が道内で、比較的雪の少ない地域にあることや滑走路に、本有していること、20分程度で滑走路1本を、除雪できる、国内最大規模の除雪体制があることなどから、滑走路を終日閉鎖することは、ごく稀である。出発機材の除光利益の効果にれ、サイトフ、デアイシングで、遅延が生じないよう、2010年12月、 国内線ターミナルと滑走路、南端、HL、HR の中間地点に、レアイシング専用スポットを1基分設置し、運用を開始し、2011年度にさらに1基分が増設された。開港時は、1963年に開設された、千歳空港の旅客ターミナルビルを国際線と国内線に使用していたが、それに代わる施設として1992年7月1日に、 供用を開始した。滑走路北端西側に位置する地上を4階建て、一部5階建て、地下1階の鉄骨作り一部鉄筋コンクリート作りで、延べ床面積は182,517平方メートル。日建設計などが設計を、鹿島建設、千崎工業などの共同企業体が工事を担当した。上空から見ると、アメリカ合衆国テキサス州の ダラス・フォート・アース国際空港を模した半円周型をしており、円高、滑走路側に向けている。国際線、ターミナルビルの共用に伴い、2010年3月26日から国内線専用のターミナルビルとなった。2010年前半から国際線、ターミナルビルとの接続部付近を中心とした増築工事が行われ、2011年7月15日に、 1> 第1期施設がオープンし、2012年3月16日に全面をオープンした。事業費は約200億円で、増築面積は約29,330平方メートル。出発ロビーや商業施設などが拡大し、温浴施設や映画館などが新設された。就航便数の拡大や旅客数の拡大に伴い、 混雑の解消と機能の向上を目指して2015年3月16日から施設整備工事に着手。約200億円をかけて約4万7千平方メートルを整備し、2018年8月に再整備を完了。LCC や全日空団体用カウンターを1階から2階への移設のほか、出発ロビー出発口の拡充、再配置、 手荷物検査にインライン方式を導入する。スカイマークを除く。円弧状上28機のボーディングブリッジが等間隔で並んでおり、その大部分はボーイング777やエアバス A350 クラスの大型機も使用可能である。1階が到着ロビー、2階が出発ロビーで、北半分の0から10番ゲートを全日空、エアドゥ、ピーチ、バニラや、 春秋航空日本が南半分の11から19番ゲートを日本航空、スカイマーク、フジドリームウェアラインズ、Z スタージャパンが使用している。地下1階には JR 新千歳空港駅が直結。2階から4階には飲食店や土産物店、ホテルなどが軒を連ねる。天然温泉付け温浴施設の新千歳空港温泉は、 ターミナルビルの閉館後を含む午前10時から翌、時まで23時間営業。宿泊機能もあり、入浴や休息のほか、道内遠隔地からの早朝便の利用や悪天候などでの夜間の欠航の際に一時待機先として選択できるようになった。ただし、定員を超えるとホテル宿泊者を除く一切の入場は無条件で断られる。 他にも千歳市内では27年ぶりとなる映画館、ソラシネマ千歳は大規模な欠航が発生した場合に空港側の判断より乗客に解放されることがある。着陸量以外の飛行空系の収入では地方空港の中で那覇空港と並んでトップクラスの収入を記録し続けている。そのため他の地方空港の関係者による視察が絶えず中部国際空港も 開港時には経営モデルとして参考にしたと言われている。2018年4月1日より、京成電鉄が成田空港駅または空港第2ビル駅からのスカイライナーと都内の東京メトロ、都営地下鉄に乗り放題のチケット、スカイライナーバリューチケットの自動券売機、国内線搭乗待合室内に設置された。国際線は、現国内線、ターミナルビルの北端、 例から2番ゲートを使用していたが、国際線旅客の急増に加え、航空自衛隊、防衛省との空域調整により、発着便が特定曜日、時間帯に集中し、チェックインカウンターや出発ロビーの混雑が、顕在化していた。こうした状況を解消するため、2008年5月に国際線、ターミナルビルの建設に着工。2010年2月24日に春行し、 同年3月26日に供用を開始した。建物は、千歳基地に面した地上4階建て、地下1階の鉄骨造り、一部鉄筋コンクリート造りで、延べ床面積は59,155平方メートル。総工費は206億円。日建設計、アラップなどが設計を、新井建設、鹿島建設などが工事を担当した。 約300メートル東側の国内線、ターミナルビルとは連絡施設で結ばれ、2階が到着ロビー、3階が出発ロビー、1階はバスやタクシーとのアクセス施設、4階には搭乗客向けのフードコートやラウンジが設けられている。5機のボーディングブリッジを有しており、1時間あたり530人、年間100万人の利用客にも十分対応可能な処理能力を持ち、 将来的には1時間あたり730人程度まで対応可能となっている。共用開始後は台湾や香港、タイなどのアジア圏を中心とした路線が増便され、海外観光客の増加が見られた。また、アジア系 LCC の定期便、就航、チャーター便運航の動きも活発になっているほか、ターミナル内案内表示板にはロシア語が併記され、 将来的なロシア路線拡張も見込まれている。2017年下季からは1時間あたり42便への発着枠拡大に伴い一層の増便が見込まれているが、出発カウンターや保安検査場の不足による特定時間帯の混雑といった課題も生じている。今後もさらなる航空需要の拡大が見込まれることから、2017年11月17日、 施設を増築する再整備計画が発表された。増築部分は地上8階建てで延べ床面積は12万4千平方メートルで、出発、到着ロビーや搭乗橋などの増設、ホテルの新設などが予定されている。事業費は650億円。2016年11月13日に着工。2019年8月に一部施設が供用され、 2020年3月に、竣工する予定となっている。国内線と国際線のターミナルビルの間に位置する、地上4階建て、地下1階の鉄骨造り一部鉄筋コンクリート造りの、施設で、延べ床面積2128平方メートル。国際線、ターミナルビルの共用開始に伴い、2010年3月26日に2階の、連絡通路部分が先行オープン。 2011年7月15日に全面の供用が開始された。2階と3階で国内線と国際線のターミナルビルを結んでおり、2階はムービングウォークのある通路や縫いぐるみと触れ合えるコーナー、3階はスマイルロードと名付けられ、飲食店、土産物店のほか、ドラえもんやハローキティのエンターテインメント施設が設けられている。国内線。 ターミナルビル内に、北海道空港傘下の壁運動ホテルリゾート、旧、マルセップ観光公社が運営する、エアターミナルホテルがある。原国内線、ターミナルビルの開業時に、三井観光開発が、三井アーバンホテル新千歳空港をオープン。2008年から、ホテルコムズ新千歳空港に名称を変更し、2011年度いっぱいまで営業した。その後、 一時閉鎖し、2012年4月28日から現在のエアターミナルホテルとして営業している。空港敷地内にあるのは同ホテルのみであるが、車で10分程度の千歳市内にも複数のホテルがある。近年の空港利用者の急増により宿泊施設の需要も増加し、千歳市内でホテルの建設が進んでいる。また、 国際線ターミナルの拡張工事の一環として、富裕層を対象とした180室規模のホテルが建設されており2020年1月の開業が予定されている。環境と人に優しいエコエアポートを目指して、貯蔵した雪を冷房に活用するシステムを2010年3月に整備。同年5月から運用を開始した。世界最大規模となる高さ8メートル以上。 縦200メートル、横100メートルの雪を貯蔵して、5月から9月の間、旅客ターミナルビルや連絡施設などの冷房に活用している。計画では、従来の重油使用量の3割をまかない、将来的には年間2100トンの二酸化炭素削減を目指している。2社が、ハブ空港、2社が、商店都市として運行している。 ハブ空港、商店都市、2017年現在、道外から北海道に入るには、空路が最も効率的な交通手段であることから、季節運行も含め30路線以上の国内線ネットワークを持ち、北海道の空の玄関となっている。とりわけ、東京国際空港、千歳羽田便は現在、日本航空、全日本空輸、エルデュー、スカイマークの4社が競合し、 2006年には単一路線としては世界で初めて年間乗降客が1、0000 000、000人を突破した。近年、地方都市からの直行便の増加などを受け利用者数は減少に転じているものの、直近でも年間で約900万人以上の利用がある世界有数の巨大艦船である。国内のすべての格安航空会社、LCC が就航しており、 成田国際空港や関西国際空港、中部国際空港との国内路線を運行している。なお、札幌市内に国内線専用の岡玉空港があるが、こちらは主に道内路線が運行されている。航空会社名が複数の路線は、最前、太字の航空会社が運行する、コードシェア便、共同運行便国際線は、チャーター便を含む利用者は2007年に、 年間80万人、2012年には年間100万人を突破している。最近はアジア諸国の経済成長を受けた海外旅行者数の増加や中華民国や香港、大韓民国やタイ王国などアジア諸国の北海道ブーム等により既存路線の増便や新路線開設の動きが活発になっている。以前のようなヨーロッパやオーストラリアへの定期調。 距離路線復活の動きはないものの、ハワイへの路線復活や中華人民共和国、東南アジア各国への新路線開設や、新規乗り入れ航空会社の増加など発な動きを見せている。なお、格安航空会社は2018年9月現在で、海外拠点11社が就航している。しかし、近年軍拡を進める中華人民共和国とロシアの軍用機が、 日本の防空識別圏を伺う動き、東京急行などや民間機による諜報活動を行っていることもあり、軍事的緊張関係にある国の航空会社の乗り入れ時間大制限が防衛上の観点から冷戦時代以来行われているために自由なダイヤが組めないなど課題も多い。なお、中路の航空会社については、 訪日外国人増加を図るべく2016年10月末からこれまで発着が認められなかった月曜日と木曜日の発着を一部認め毎日発着可能とする緩和の姿勢を示している。2017年夏季からは1時間あたり42便への発着枠拡大に伴い一層の増便が見込まれているが出発カウンターや保安検査場の不足等による 特定時間帯における混雑といった課題も生じている。航空連合は、武器の通り、SA、スターアライアンス、をワンワールド、ST、スカイチーム。小松野は、格安航空会社、LCC。新千歳空港は、アジアと北アメリカとを結ぶ、国際航空路上にあり、千歳空港時代から、貨物機の給油地として使われていた。 航空機の高性能化により、旅客機は地球の反対側まで無機構の直行便化進んできているが、重量物を満載した貨物機が東南アジアや中華民国、中華人民共和国からアメリカ合衆国に向かう際は、今でも途中で着陸して、休養を行う必要があり、極東側では、主に新千歳空港やホムトボ空港、ユジノサハリンスクがアラスカ側では、 テッド・スティーブンス・アンカレッジ国際空港やフェアバンクス国際空港が用いられる。特にアメリカ国内消費の1、3が集中するといわれるクリスマス商戦の頃は世界の工場となったアジア各国からアメリカへと向かう貨物機で混雑する。新千歳空港では大型貨物機の十分な運用のため滑走路の3500メートル日本化を計画し、 国際エアカー後ターミナル構想を目論んでいるが、空港周辺地区住民の騒音問題による反対により、計画は凍結されている。成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、仙台空港便には、コードシェア便として、国外航空会社便名が付与される便がある。利用は、国際線の立義旅客に限られ、国内区間のみの利用は、 国内航空会社便名での利用となる。丸は、岡玉空港便もあり、航空会社名は、旧廃止時点。航空会社は、旧廃止時点。札幌市内方面は、ANA 到着口前、JALA 到着口前、国際線ターミナルにて、乗車可能、夜間便を除く。その他路線の大部分は、旧国際線到着口、JALB 到着口前、 国際線ターミナルにて乗車可能。新千歳空港からの路線バス、高速バスの行き先、乗り場等の詳細情報は、運行会社に関係なく、バスでのアクセスに記載されている。札幌市内路線、上山系温泉業を除くの乗車券は、共通乗車制度により同じ運賃区間であれば、路線、運行会社に関わらず使用可能。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。